ちゃ登るよ、これから大山行こう。あそこのね、山あるでしょ、黒い山、あれの後ろから登るよ。砂がどんどん出てくるからね。出発。谷上堆積面かもしれません。谷上堆積物。道路側で浸食国、小さな谷地を作っている谷埋め堆積物。年代測定の可能な資料を集めてみないといけないと思います。おそらく堆積物です。こういう状態ですね。上り側斜面ですが、向かって右手が花崗岩の基盤岩、そして
風化堆積物、左手がタニウム堆積物の露頭と考えます。タニウム堆積物の天板ですね、野生尾根状のルートになっています。こんにちは。こんにちは。いわゆる十和地形の一部を作っている巨歴です。千草宇治の顕彰碑の遺跡の近くで、そろそろ地質が変わり始めます。で、花崗岩とそれから、黒色系の堆積岩が半分半分ぐらい足元に落ちてるわな。これは花崗岩、比叡山の花崗岩です。はい、行ったよ。し、ママ追いつかれた。完全に地質条件が堆積岩になりました。粘板岩ですね。とりあえず、それでご飯、一番景色いいとこ行こう。ここや。これな、まおちゃん。比叡ビュースポットって言います。ビューしましょう。まあ、ちゃん、ビューして。風渡る大原盆地、眺めのいい稜線にいます。桜咲いてます。いや、いいよ。いや、なんか坂本ルート本坂、ずいぶん傷んでます。小規模のガリですね。舗装面を浸食しています。舗装路もかなり傷んでます。まあ、ちゃん登るよ。これから大山大原盆地、眺めのいい稜線にいます。